久保さん、今ね、この状態でパソコンのブログまた書きましたよ。この状態ですね。この状態でもブログ書けますから、グッジョブです。まあ今回なんだろうな、まあどんな状況で、まあその逆なんですよね。多分この環境ってスタバじゃないじゃないですか。スタバで優雅にパスの MacBook を開いてね、カチカチ叩くみたいなね、もう腰痛えよみたいな、腰こんなんですからね。いや、ここでもブログ書けますからね。まあ、ここでも動画撮れるし。だから、ま、久保さんが言った通り、なんだろうな。ね、お金がないからやるしかないし、時間がないからやるしかないし、時間がなくても、移動しながら、僕移動してますよ。さっきね、ブログもここで書いたし、ここでコンサルもまたしてたし。そう。何なんですかね。やっぱその稼げない人の思考っていうのは、まあそうなんでしょうね。まあまとめましょう、いきなり。まあちょっと動画ファイル大きくするとあれなんで。まとめると、やりましょうなんですけど。やりましょうでをちょっと終わらすとね、またあれですから、まあやりましょうなんですけど。そう。僕のモチベーションですね。僕のモチベーションをシェアしてちょっとお話しましょう。モチベーションがないとかね、みんなモチベーションがわかりませんとかね、やる気がありませんみたいな。僕 99% の人がやらないことがモチベーションなんですよ。絶対この環境でやんねえだろうと。みんなやらないから、じゃあ俺やったら勝てるなっていうのはモチベーションです。99% がやらない環境でやることによってモチベーションが上がるってこと。なぜならば、なぜモチベーションが上がるのかっていうと、99% そこでやらないから、自分がやったら勝てるじゃないですか。一歩先進めますよね。多くの人は、いや、今運転中だからとか、移動中だから、できない。っていう感じじゃないですか。でも僕はできるんで、やるんで勝てるんですよ。一歩先行けるんですよ。で、あとは、それを積み上げていくことによって、久保さんが言った通り、自分のスキルは裏切らないってことですね。自分が積み上げたものは裏切らないですよ。他人は裏切るけど、だからね、みんななんかね、自分も裏切ってるし、他人から裏切ると他人のせいにするっていう。いやいや、自分をそもそも裏切ってんじゃないかな、みたいな。自分がやったスキルって、間違いないですからね。だから僕はまあ、久保さんの言った通り、自分のスキルっていうのは自分の資産、最高の最強であり、最高の資産だなと思いますね。でもその最強と最高の資産を手に入れるためには、まあどんな環境でもやった、自信がないとかもあるじゃないですか。こんな環境でも俺できるぜっていう、やればね、自信になるじゃないですか。だってみんなやんないんだから。ね、どんな環境でも俺はやるぜ。やってきた。俺やってきたよっていう自信になるじゃないですか。まあ、今回オリンピックがね、延期になりましたけど、オリンピック選手も、まあ、絶対こんな感じですよ。いや、俺はここまで練習やってきたから大丈夫っていうね。確証はないですよ。オリンピックで金メダル取れる確証はないけども、何を糧にするのかっていうと、今まで自分が積み上げてきたこと、練習してきたこと、追い込んできたこと、それを糧に試合に臨んでるわけじゃないですか。保証あります？絶対に優勝できる、金メダル取れるっていう、金メダル有力選手だったとしても保証はないですよ。でもなんで、じゃあ保証ないけどそこに立ち向かえる理由は日々の積み上げしかないっていう。まあそんな感じですね、久保さん。行ってきます。